皆さんどうもこんにちは、ナガルと申します。今回は昔の自分の配信を見て、立ち回りにね、アドバイスをしていこうかなと思います。まあ、そもそも僕が日本最強リドリーになったのは今から1年半くらい前、まあ、レート2000を達成してマイスマ優勝して、オフ大会で結果を出し始めてからですね。スマブラ SP がね発売したばかりの頃はね、もうスマネットの存在すら知らないような、初心者でした。そんなね初心者の頃の僕がどんな立ち回りをしていたのか、見ていきたいと思います。いや、レイアウトダッサ。レイアウトダッサ。何この水色の枠。はい、じゃあこの試合を見ていきましょうか。パルテナですね。この頃からパルテナには苦しんでたと思いますが。いやー、それはダメだよ、それはダメ。初手はね、クエに当たんないことだけを考えないとダメ。うん。突っ込んでダメ、突っ込んでダメ。はいはいはい。ちょっと差し込みが多いんじゃない？はいはい、いいよ。それは、やばくないそれは。やばくないそれ。横スマ横スマ、いや持ってないよ、横スマ合わせようよ。上B分かってたんでしょ、今の弱置いたの。いや上スマーってはいはいはい、こういう上がり。いやマジでね、崖何も見ず上がってるね、この頃の自分。なんかそこが今一番印象残ってますね。はいはいはい、いいね。まあバース帯で空母振るのは大事。いいよ。あ、空前落とし、いいね、しっかりやってる。相変わらず離れようね。離れすぎたね。いや、それはやばいって、それはやばい。離れすぎ、離れすぎ。さあ、しっかり帰って。いやー、なんでそれが通るの？ほんとダメなんですよ。ダメなんですよ、ほんと。ダメだよ。空中ジャンプを残してきた。いやー、空中ジャンプ残してるならもうちょっと内側から帰ろう。ね。せっかく残してるならもっと内側から帰ろう。これは？どうする？いやー、まあまあ、しゃあないね。いいね。今のはいいよ、今の。相手の動き見てから差し返せてるね。いや、上様、上様。ジャンプを見せるなら上様。食えなくても死なないでしょ。いや、まあ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 。まあまあまあ。まだまだですね。さあ、2戦目見ていきましょうか。ヨッシーですね。開幕突っ込んでますね。なんか血の気が多いね。突っ込んで。しっかり組まれて。はいはいはい。それは何読み？この頃やっぱ前管理という概念がないんでしょうね。やっぱ技当てられればそれでいいって感じでガンガン突っ込んでる感じがある。いやーこの一回ね離れるっていう考えがこの頃はないですね。浮かされた時にそのまま本体とか相手に向かっていこうとする癖がありますね。本当は一回体勢立て直してから敵に近づいていった方がいいんですけど、不利な状況から相手に近づいてる。さあ、上様死なないぞ。54% で上様死なないぞ。ちょっと上様出るのが早いね。おとつりやばくない？はいはいはい。流れさん、おとつりしてます、配信。それ当たっても死なないから。92% は死なないからね。やりすぎやりすぎ。この頃ね、ウェビーマイシュとめちゃめちゃ信用してますね。そう、撮影高いね。ちょっと待って。左のさ、これ何？多分これ確かね、上がニコニコのコメントで、下が YouTube のコメントなんですけど、ひどいだろ、これ。いやー、こんな時代もありましたね、僕にもね。そうそうそう、一回着地が大事よ。いやー、それはダメ。いやー、相手のね、技を拒否するっていう概念が、この頃はやっぱないですね。さあ、3戦目も見ていきましょうか。いやー、画質クソ悪いし。レイアウトクソダサいし、やばいなこの頃。さあ空母丸って、空母狙いすぎじゃない？空母狙いすぎ。まだ空前でいいよ、死なないからね。空前で全然いい。ちょっと狙いすぎですね。さあこれは見合ってますね。いいよ、先端意識は素晴らしい。さあしっかり掴んで空前入れて、はい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 、下空きを近くね。先端狙ってこう、先端。そうです、スタぶっぱして。あ、やめら。いや、警戒してないから当たっちゃうんですよ。話ダメ。まあ僕にもね、こんだけ下手くそな時期がありました。ウェビー話してた時期もあるんでね、まあ、みんなもめげずにね、頑張ってみてください。ということで、今回はこのぐらいにしたいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。